これをこのトムヤムクンヌーディーにぶっこんで食べたらどうなるのか、これやっていきたいと思います。皆さんどうもこんばんは、アゼルバイジャン生まれ小夢です。どうもよろしくお願いします。今日はちょっと私のね大好きな、カップ麺を紹介します。トムヤムクンヌードルですね。これめっちゃくちゃ食ってます、この人生において。なぜならここにも載ってますが、パクチー好きなんですよ。パクチー大好物なんですよ。で、パクチーといえばこのトムヤムクンに入れるじゃないですか。というわけでちょっと全然なんか喋る内容まとまってないですけど、今日はこれ食いながら、これですね、このね、これまたね、なんかすごい売り切れ続出らしいんですが、刻みパクチーね、これをこのトムヤムクンヌーディーにぶっこんで食べたらどうなるのか、これやっていきたいと思います。それではですね、編集の暴力でこのまだ回復しておりません、カップヌードルをもうできた状態にします。編集の暴力いきますよ。はい、出来上がりました。ほら、もう湯気が出てね、いいでしょ。編集してないっていうね、2個あるだけだっつってね、ね、このトムヤムペーストね、これを入れます。これを混ぜていきます。パクチー苦手な方は絶対無理ですが、好きな方はね、これトムヤムクンヌードル、まだ食べてない方いたら絶対食べた方がいいですよ。あっつ、はい、ではね、いつも通りの味なのは分かってますが、普通にまず食べてみます。いただきます。最高にうまい、本当に大好きこれ。ではいってみましょう。パクチーといえばパクチーですけど、おいにね、パクチーかな、ちょっと若干の不安がよぎってまいりましたが、行ってみましょう。もうね、これがっつりと言いつつちょっとずつ試していくよ。おジャンピーな味だったら大変なんで。それではこんな感じです。おいしいかな。うん、あ、バッチリバッチリだわ。ね、からこのこういうチューブのシリーズって、ニンニクでもそうですけど、なんかこのね、保存料っぽい感じとか、いかにもチューブの中のやつやねみたいな味するときあるじゃないですか。これね、大丈夫ですよ、ちゃんとパクチー、あ、これはいいぞ。これでもね、ちょっとこれ一杯に対してこれ一本ぐらい入れたくなっちゃう。パクチー好きって多ければ多い方がいいみたいな謎の感じあるんですよ。バケツパクチーみたいなお店もあるぐらいですよね。これいいぜ、これはマジでいいぜ。うまー、めっちゃいいじゃん。ぜひ皆さんも
やってみてください。うん、このね、違和感がないんですよ。まあ、当然生のパクチーに比べればね、あれですが、でも全然違和感がない。これはね、もうパクチーニスト一押しです。うまい。うん、それではゆっくりまったりと食べていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。